お上がりよ。どうも、食撃のモゴと申します。今回はですね、食撃の相馬という漫画があるんですけども、それに、まぁ、ちょっと、インスピレーションを和がして相馬流のリフ集を作っていこうと思います。まぁ、野菜に関してはこうやってもう本当にかなりオーソドックスなものを揃えていたんですけども、で、しっかりとこの牛肉ね、今回3泊ちょっと多めに作るんでリフ集なんです。で、これに加えて相馬が作中で隠し味を使っていたこの白味噌と赤ワインちょっと入れてみたいなと思います。赤ワインちょっと使ってたかどうかちょっと覚えてないけど、じゃあ早速ね、野菜切っていくんですけども、しっかり今回まな板もね揃えたんで、ちょっとねちゃんと切っていこうかなと。まあ、これ結構玉ねぎガチで切るのうめえから、いただきます。いいぞー、ふっおいー。さあ、こっからもう怒涛の、俺マジ玉ねぎ切るのだけプロなんだよな。よし、こうやってしっかりと1個取り出して、で、この人参もね、やはり最終的には溶けるんだけど、ちょっと人参は結構細かめに、まあ、もともとかなり固形なので、人参っていう食べ物はね、ちょっとかなり薄めにこうやって切ってあげた方が後々すごい柔らかさを出してくるんでね。よし、じゃあちょっとこれで火をバチコリつけてみますね。そしたらこれね、火つけたじゃないですか。まあ、つけたはつけたでいいんだけど、やっぱりちょっと油を敷きたいので、この肉半分使います。はい、菜箸これかな、うん、このでかい菜箸で、またしても私ちょっと今回牛脂を入手するのを忘れたんで、俺結構ね、油使うのも好きじゃねえんだよな。だからもう天然の、今回よりこの油の強そうな肉を少し一応ここに入れて、今が油の分泌量半端ないよきっと、うん、入れることによって もうこれ多分この油だけでも全体がねいい感じになると思うんで、はい、だいぶもう野菜の方が炒めてきたので、水をちょっと軽く入れて、もうちょいだけ入れようか。で、さらにここに向かって肉を投入してまいります。はい、もう今回もうせっかくのビーフシチューなんでね、もう有り余った肉を全部ここに閉じ込めていく。結構人によって一口サイズのちょっとその厚切りの肉入れるか細切れでいくかっていうところ好みあると思う。俺は細切れの方が好きっすね、食べやすいんで。だから今回はもうそのどっちも両取り、いいとこ取りです。この一口サイズの肉厚のやつもあるし、細切れも入れるっていう。なんか肉めっちゃ多いこれ。肉くそ多いよな。で、ちょっとこの後アク抜きするんで、まあ、少しもう一度水だけ足していいかもしれない。アク抜きの段階でだいぶちょっと水かさりを減らす感じで。うん、こんなもんやな。よし。こっからもうしっかりと鍋が沸騰してくるまで待ちます。かなり強火で。うん。ということで、お湯が沸騰してしっかりとアク抜きも終わった状態になりましたんで、まあ、一応こんな感じなんですけれども、これに、今回味、まあ、その元となるね、ソースなどを入れていこうと思います。で、今回使うのは、まあ、ビーフシチューって言ったけど、ちょっとハヤシライスソースを使います。理由があって、赤ワインとかこういう隠し味入れるんで、酢のビーフシチュー、なんか、ルーだと、ちょっと味がきつすぎるんじゃないかなと思ったので、これに加えて、いつぞや使った、余りのカレールー、これも代用します。はい、代用というか、その代わりに使う。で、この白味噌、少々に、この赤ワイン、料理用赤ワイン、まあ、料理用じゃないかもしれないけど、はい。これを、しっかりとブレンドね、これしていくんで、まずちょっとルーからもいきますか。これ、ルー入ってねえわ。ブイヨンベースでした。もう、いいや、もう、ブイヨンベースを入れるか。
ヨーグルトも入れます。私ちょっと少量的な感じでね、はい、ヨーグルト入れて、でもうこっからは目にも止まらずね、早技でいくんでね、これもう多分余らへんからもう全部入れるわ。これな、これハヤシライスソースじゃないから、これちゃんとビーフシチューになりますから、きっちり。そこはもう皆さんで、このいきます、もう神の指で白味噌ひとすくい、ふたすくい、この状態で、これね、もちろんこれニンニクじゃない、チューブニンニクじゃないからね、これ白身だからね、でルーをほぐしていくと、はい、でルーほぐし終わったら最後赤ワイン入れます。はい、じゃあこれにさらに赤ワインソースを、これ沸騰させるとあのアルコールが飛ぶんで、僕みたいにお酒飲めない人でも平気です。こんぐらいだよね、入れて、よし。で最後、まあこっから弱火で、あの圧力かけてじっくりと煮込んでいくんですけども、あの前回も言った通り、圧力鍋は完全に圧力シャットアウトした状態で、あのカレーとかシューとかを作っちゃいけないんで、一番圧力かかってない状態、これです。ここが、これが一番赤いやつ、これ一番もう最も圧力かかった状態なんですけど、一回切ってみましょうか。こうやって弱火で作っていくんですけど、この状態でやるとあのキューってなっちゃうんで、もうこれ一応もう一番の空気出てる状態で、そして水とかアルコールとか飛ばしながらじっくり炒めていくっていう感じですね。はい、じゃあ仕上がりまでお待ちください。では煮込み始めて、約、まあ、4、50分経過したので、揚げていこうと思います。これね、火止めて、かなりもうすでにこの湯気がガーって出てるんで、もう 水気もかなり飛んでると思うんですけど、これを揚げてからの香りの爆弾をね、皆さんに堪能していただきたいんで、ちょっと電池とこの時間出てもらっていいですか。ちょっとみんな本当にドキが抜かされるのよ。うわすごい。うわ、もう開けた瞬間にこのもうデミグラスソースのえげつない匂いがガーって周りに充満してるわ。このまま行くんだよ、もう今回。うわ、すごいすごいすごい。うわうわ、でもすごい。なんか、とろみというか、うわ、肉が溶けかけてんだけど。うわぁ、すごいな。ちょっと、この贅沢に、シチューと肉だけで、これで僕、食していこうと思います。はい。はい、では、実食タイムです。今回、隠し味に白味噌、そして赤ワイン、さらに、ルーは、ビーフシュールーではなくて、ハイスライスルーを使いました。はい。で、まあ、カレールーも少々入れ、カレールーとかなんか、カレーのチャツネみたいなのも少々入れたんですけども、匂いに関しても完全にもうビーフシューそのものです。あの、なんせもう、そもそも肉がめっちゃ入ってるんで、で、デミグラスベースなんで、結局、ハイスライスソース使ったところで、ビーフシューにもう動画でもなり得るっていうね。玉ねぎもいい感じに溶けてます。じゃあ早速食べていきましょう。うわ、もう鼻をつんざくようなこの強烈な香り、まさに香りの爆弾。お上がりよ。わー、なんだろうこれ。この口に含んだ時の風味がさながら僕がかつて奈良で下宿してた時代を彷彿とさせるような懐かしい香りを、なんか鼻に、鼻がし、鼻、その香りが鼻を刺激しつつも、今 YouTuber として新たなステップにね、向かっているという、そういう未来を描くような、そんな一品ですね、これ。なんだこれ。ちょっと肉もいきますか。じゃあ、うん、え？何これ？
柔らかすぎてなんか笑みがこぼれてくる自然と。え、こんな肉あり得る？え、こんなんなんのこれ。一噛みすればもう肉汁がブワーッと分泌されて、なんかその味でなんかもう思わず笑顔になっちゃうねこれ。やべえ、人の心をつかめるわこれ。こま切れ肉もいきます。うん、もう特に肉に対してその塩とかで味付けはしてないんですけど、もう素材の味だけ十分だった。このデミグラスソースと、そして隠し味のあらゆる要素が、肉がもうスポンジのように全部凝縮して含んで、一気にバーって弾かさせてる。うん、すごい。なんだこの、これすごいわ、うまい。ごちそうさまでした。いや、非常に美味しかったです。これ、あの、パンとかご飯とかと一緒に食べても絶対美味しい。うん。あの、白味噌と赤ワインの、多分、なんだろうな、そういう、うまく隠し味としてやっぱ機能してましたね。うん、なんか、いつもとやっぱ食べる、なんかその市販のルーで作る、ビーフシューとは、やっぱ味のコクが違いました。これ、あの、かなり簡単に、あの、アレンジできるので、皆さんもぜひやってみてください。はい。では今日は、以上で、食劇の猛攻、次回作、ご期待ください。ありがとうございました。